エミリーさん、ありがとうございます。エキシビ終わりました。うん、コウシロんかっこいいな。エキシビになるとこんな感じになるんやって驚きました。空気を自分のものにして表現していくのはチームシャンペリー方式なのかなえー、それぞれのカラーは全然違うけれど、四大陸でもエキシビでも滑れますように。いやーもうちょっと早く見たいですね。もうさすがにもうね、もう気持ちをちょっと変えていきたいんですけど。 シ馬マくん、幻になってたグラビティの新衣装でパダムでした。やっぱそういう方あれですね、逆になったんですね。ジャンパー4回転トーループとトリプルアクセル、ドなったかが、シ馬マくん、ジャンプの着氷も無音になっていると言われていましたが、本当にふわっと降りていきますね。えー、この新しい衣装はすごくいいです。次はこの衣装でグラビティを滑ってほしいです、えー。パネルのブラボーについて聞かれていて、サッカーを見て帰ったと、 また話していました。多分、ケイスキ・ホンダさんの解説なんでしょうね、えー。ブラボー、よかったですよね。ほんで、ショウマくん、お顔が良すぎました。でも、すごく疲れていると思うので、早く帰って、もくもくしてほしいな。まあ、あの、普段怒らない人、怒らせたらクソ怖いということがわかりましたね。これまた、ショウマくんだから、空気の粒まで凍りつかせてしまいましたね。うーん。 い,いくつか記事になっていたけどどの記者さんも珍しい珍しいって書いてますあやっぱそうなんですねうんでもなんか素を出すと言いますかね、うん、飾らないっていうところなんでしょうかねうんまあいつもはまあんまりこう表現はしたいんだけどもうさすがに堪忍袋の尾が切れたっていう感じなのかなうん三輪、えー、さんよろしくお願いします えー、ご覧とってさより、宇野昌磨選手、3年ぶり5回目の優勝、おめでとうございます。ブラボー世界選手権2連覇に向けて、これからも応援します。このようにエールがありがとうございます。また本日、12月26日月曜日は、雑誌晩参観が発売ですよ。えー、少し大人の昌磨くんが、表紙や通常版もあり、えー、それぞれポスターカード、写真が違うとあり、 えー、確か年前も、えー、写真が素敵で両方買いましたよ。えー、今年はどんな写真かな、えー、こちらは本屋に予約をしたからまだ届かずお楽しみに。また先日の水野さんからうのわんのロゴプリントが出来上がり、本日黒,、ね、黒猫山トさんから届きました。 私は赤いトレーナーにしたら、えー、それはなぜか対象外で特別翔馬くんの動画を見たら、翔、え、馬、ー、くんが同じ赤のトレーナーを着ていたから、勝手に恐れた派と盛り上がりました。ロゴはですね、ミニポーチが斜め掛けできるので、それにということで、うん、リュックサックは悩みましたが、そういえばヨガマットと一緒に万能リュックがあり、 注文中だなと、そろそろ届くのか、来年かな。えー、帽子ギャップや靴下や何,何か頼んでいたばということで、マオちゃんのビヨンド、スワロフスキーのキラキラついたビニバッグも来たから、えー、クリスマスプレゼントがたくさんに、年末にかけて仕事に勝ちに頑張れそうです。うん、いいですね。まあ、結構そんな感じでね、僕も気持ちを切り替えたいとこなんですけども、うん。えー、マルディンさん、よろしくお願いします。 メダリスト o i ス世界選手権男子シングル代表、宇野昌磨選手、フジテレビスポーツエキシビションパダムパダムがブルースーツの昌磨君が見れるよということなんですね。いや、ちょっと早くもう見たいです。うん。カブ君、他の選手もね、いや、見ますよ。うん。ちょっとお腹も空いて。 ね、食べながらちょっと見たりとか、パタンパタンはおしゃれすぎて、ステージの限界突破、えー、その後のアンコール、当然、ミアトルメンテだよね、うんまあ、今回はね、まあ、グランプリファイナルの時は確かなかったと思うんですけど、えー、ミアントルメンタ見せてきたということで、えー、とアンコール、えー、きっちりダストスピンできてよという,、ね、いうところで、衣装を違うと、現代の中世じゃない G 戦だから、ニューヨークに降臨したみたいに感じたということですね、うん、ちょっとそこら辺もちょっと感じていきたいと思います。はい A.B.D. さん、ありがとうございます。えー、昭和くん動画最高。 応援動画やっと見ました面白いです、えー、サルコーは足の奥位置を間違えたと言っていましたうん。あ、なるほどですねちょっとそれを踏まえてもう一回動画見てみたいと思いますサルコ足の位置を置く場所間違えた、えー、後半これはコンボ飛んでいない行かないと点が取れないちょっと怒涛のコンボラッシュ、えー、曲遅れの分かっていたけれどその方が点数が出るからと心の炎が燃え上がっていましたねまあ確かにねあの時間オーバーでマイナスになってしまってもマイナス1点よりもアクセルダブル アクセル3点3点ぐらいもらえるから本当にそういった意味ではまあ確かに点もらえます、まあ、しかもですねステップシークエンスも確かレベル4だった気がするんですよ、うん、で過程もかなりついてたんで、まあ、ちょっとステップ曲になんかずれてた部分もあったっぽいですけどそれでもね高い点が取れましたからね今回先ほどのプロトコル分析で分かりましたうん、えー、前の滑走がコースロー君でステファンは、えー コースロー君の、えー、キスクラは、実ランとオートシトレーナーに任せていたはずなのに、ですね、えー、点数が出ると、えー、キスクラに一目散に行ってしまって、これから滑る翔馬君はほったらかし、翔、う、馬、ん、君もこうしろ君に拍手してリンクインしていきましたが。 ステファンたちが喜んでいる様子を見て、ステファンたちのところには立ち寄らずに名前,名前コール、えー。ステファンとジスナ我に返って慌ててフェンスをバシバシしたそうですが、で時捨てに遅く、翔馬君はすべ、えー、てを分かっていて、両手サムアップでステファンたちの励ましを応えてスタートポジションへと向かっていったそうです。男前すぎる。 そして確実に優勝してみせるんだからもうたまんないですねと。そういうことだったんですね。ちょっとそこら辺ちょっと緊張とか、試合のね、盛り上がりでちょっと気づかなかったんですが、そういうことだったんですね。もう一回振り返ってみてみたいです。うん。でもサルコーの置く場所間違えたとかっていうところとかちょっとびっくり。うん。なるほど。うん。いろいろ振り返っていきたいと思います。 えー、さんよろししくお願いします、えー、今日はメモリーズオンアイあっと、えっと、メドリストオアイスでしたね。えー、皆さん笑顔で楽しそうに、えー、素敵な演技を見せてくださいました。シ、え、ョーマくんも,ですでも衣装のせいかもですが、一段と痩せてしまったようで、えー、今回のことが彼を苦しめているなら、私たちファンはどうしたらよいんでしょうかね。もう騒がない方がいいのでしょうか。うん、かそういうふうな気がしますね。もうこれ以上、あんまりね。 言わずにもう気持ちを切り替えてでも選手たちが明るかったということなんでもうやっぱ気持ちを切り替えてもう行く必要があるのかなっていう感じはしますよね全日本は翔馬くんのようなトップ選手だけのための試合ではありません、えー、ブロック大会から必死に勝ち上がってきてやっとの思いで出場する選手もたくさんいるのです 翔馬くんが全日本を大事にするのは、えー、彼らの努力に失要ないようにしっかり戦いたいと思う気持ちもあるんだと思います。えー、トップ選手がしっかり戦って代表を貸していることで、全日本という試合の価値を上げることにもなるのです。えー、今回の件、翔馬くんの発言は間違っていないし、えー、スケレンは彼の発言を真摯に聞くべき。 えー、君も友野君もはよく分かっておられると思いますでももう一旦終わりにしてそろそろご自分のことだけを考えて過ごしてほしいと思います。うん、あとは、えー、スケレンの偉い人が考えること、えー、ショマくんだけではなく、すべて選手がしっかり休んで、えー、また次の試合に向けて良い練習をしてほしい。そうですね、もう気持ち多分選手たち切り替えてるのかなと思うんですよね。なので、えー、そろそろ株くんテレビも気持ちを切り替えていきたいなとは思っていますが、はい。 えー、それから今日のエキシビションの昌く君の単発4回転トーループ、とても綺麗でした。ビ、ビ、ビっていう感じです。軸も細くて、すごく綺麗でしたよということなんで、うん、早くそっちの方をちょっと見ていって、えー、感想とか述べたいですね。もうプロトコル分析もして、いろいろ分かったこともたくさんあるので、ちょっとエキシビションね、えー、楽しんでいきたいと思います。はい、はいえー。というわけでありがとうございました。これで以上です。